ブランドの高いもの。ちょっと待ってください。チーズか。まあ別にそのそんなにつくやろうけど、だってハードオフってことは大幅値下げしちゃうってことやろ。だから元が何十万ってするやつだね。あ、ギターなんてあの、ギターの話？ギターの話。ブルブル、ブルブルじゃないって。あれ聞いてもった。聞いてもったか。ここで止まっとったらやばいな。やばい、やばい。じゃあもう思いっきり言っちゃうわ。新城町セカンドストリート、ごめん。あと2分、私が行きたい。続いて右側の方です。右側これな、どっちやこれ。分からん、これ右方向ってどっちの？こっち右。こっちってこと？うん、右。あ、そうやな。こっちがちょっと。出るかな？出れません。飛んでくるかもしれない。人は。まだ舞台は。おいつ。こいつ、後ろバックして。後ろバックしてって大抵。こいつバカじゃない？後ろバックしてって。後ろバカバカバカ。こいつバカやろ。何なんこれ、乗り上げてくるしやろ。何も不満なのかお前。乗り上げたら多分そこ、うん、ああ、そうなんですね。こんなもん待っとらんのダメよ。こんなん買ってくんだもんな。なかなかって何あるか分からんねんって。そうやな、あいつあんな早入らんなって思うとき、あの人だって後ろもほら押し来とるかもしれん。早上がらん、早らんでいかんって。いや、待ってくれるって言ってた。せっかちは待ってくれんかもしれない。だから、後ろから来たらあれやし、早く上がってしまうなんていうのと、ね、こちらも、もう、だこっちも下がりたいけど、ちょっと回るから、こっちも下がりたいけど、ね、これやね、今やな。後ろにボールあるのに。で、あの人が今腹立ったのは、ありがとうって出ないから、わざわざバックにやったよ。ハゲ取った？ハゲ取ったよ。ハゲ取った？あの流し用みたいな感じやった。じゃあ手ハゲ取ったかって。ハゲてない。ハゲてないよ。何もせんの？なんかブツブツ言うとったな。おいつがおるね。こっちは多分怒っとると思う。こっちしか下がってるよ。こっちがちゃんと下がってる。邪魔やんなみたいな。あ、うちらがもしかして真ん中におったって。おう、そうそうそう。うちらがってあんなスプリットバンから、セカンドストリート行け。あ、それこれや、これ。あ、これや、近かったよ。こういうんで買いたいからパブで。これ、どっから入るの？これどっから入る？後ろか、どこら入る？ここや、正面か、正面や、ここからやわ。あ、入ってた、今そこ入ってた。ダメ、危ない。あの車来て、行ってじゃん。怖いわ。これって言ってから行けこれ。金沢のやつおかしいな。金沢おかしいわ、多分。行ってくる私、うん、ずっと我慢してた。あ、楽器売りに来た。ギター。あれがいくらで買い取ってやったったかな。多分5000円ぐらい。結構する。